第6試合ライト級3回戦を行います。青コーナーフェアブレッド大宮所属162センチ、 64.9キロ、ライト級8位、山本キッド鳥海。赤コーナーケースファクトリー所属166センチ、 64.9キロ、ライト級3位、勝田哲也。続いてはランキングのライト級のランカー同士が戦いです。5分3ラウンド、赤コーナーライト級第3位勝田哲夫、一方青コーナーライト級8位山本キッド範文。すでに山本の表情は笑いさえ浮かべています。一方悲痛な表情の勝田です。こちらが山本キッド範文。さあ第1ラウンドのゴング鳴らされました。ランカー同士の戦い、いきなり頭から入って右のパンチ入れていきました。山本キッド範文、上からパンチの連打。さあ勝田はこれをしのぎ切れるかどうか。高島さん、いきなりです。これは勝田は気持ちで押されてますね。もう、あ、そうですか。しっかりもう一度自分取り戻して、ね、自分が普段やってきたことを信じることですね。阿部選手、まずは本当に戦う前から山本選手の方がもう素敵な笑顔で、しかもそのままですね。そうですね。これ気持ち的にはどうでしょう。まずは上位ランカーの勝田の気持ちになると今、まあ、勝田はやっぱり3位ですからね、負けられない気持ちもありますし、そういうプレッシャーと、あとは、まあ、そういう部分で、まあ、キッドよりかは強いプレッシャーがあるとかかられたと思いますが、まあ、キッドの方が楽ですよね。さあ右のパンチ、これ1本に絞って上から、あんまりもらわない方がいいですよ。これどうですか、ここまで入ってます。入ってると思います。気をつけないとダメですね。門脇選手もね、これで鼻ガンガンってやられてますからね。そうですね。そういった意味で阿部選手、まあ、だいぶ慣れてきたんじゃないですかね、最初のプレッシャーから考えると、なるほど。一つしかしいいパンチ入ります。わー、笑ってますね。阿部選手、かなり山本選手の方がこれ1本に絞ってその入れる場所をこう探しながらですよね。そうですね、しっかり腰を突き出して体を伸ばすようにしながら上からパンチ、もう一つ。勝田選手、足とかね、ちょっと狙ってもいいと思うんですけどね。なるほど。勝田、目つぶっちゃダメですよ。いやー、これも入っていますね。テンプルのあたり捉えてる。今度は左のパンチ、ちょっと蹴って離すとかね、逆にもうしがみつくとかね、どっちかしないといけないですよ。さあ、ここからもコーナーに落ち込んでおいてパンチのラッシュ。勝田、アパー、フラッグを切った。勝田、もっと自分を信じてほしいですね。ダメ、ダメ、ダメ。ここでドントムーブがかかります。この体勢のまま、戦いルーチに戻って再開。いやー、もうパンチ、右のパンチ振り下ろしたってしょうがない。山本右のパンチ、もう一つ。阿部選手、下の勝田の方は、ああ、でももらってますね。これもそうですね、もらってますね。これもう防御に回ってる一方なんですかね。そうですね、まあこれ中途半端な距離だから当たるんですね。中に入るなら入る、もう完全に突き放すなら突き放す、どうかしないと、まあ、キッドが殴れる距離ですね。そうですね。高島さん、まあ、ここまでは山本キッドの激闘ですね。キッドはもう自分の力を完全に信じてますし、はい、自分が絶対相手に勝つんだって、そういう気持ちで戦ってますよね。これね、見た目ほどに2人の強さはひょっとしたらないと思います。でも2人の気持ちの差が、ちょっと今動きが止まりました。いや、パンチの連打で止めた。いやいや、この流れ続ける下を抜けパンチ。いや、恐ろしいまでのパンチのラッシュ見せました山本キッド範文。レフリーが思わず止めた。阿部選手、はい、勝田は上位ランカーの勝田が何もできずに終わりました。今の正直な感想どうなんでしょうか。そうですね、僕はもっとそんなにあれはないとは思ったんですけどね。まあ飲まれてますかね。阿部選手、まあこれはありえないことですが、もし今の戦いの相手が山本の相手が阿部選手だったらどんな冷静になりましたか。この男と戦うとなるとどうなんでしょうか。なると、そうですね、最初のプレッシャーね、やっぱり強いんでね、その分気をつける、あとはまあ先に当てるっていうところですかね。自分の打撃を鼓舞するように両の腕にキスをしました山本キッド範文。高島さん、これが最後のシーンです。いや、でも本当に強いです。ちょっとね、最後はやりすぎっていうのはやっぱりあると思いますけど、はい、そういう部分も
あっても強いし、なくなったら実はもっと強くなるんじゃないかと。なるほど、まあ、いわゆるそのスポーツとして確認